テレビ東京をご覧の皆様、はじめまして、こんにちは。3ヶ月の間、メダカボックスアブノーマルを楽しんでくれてありがとう。心からお礼を申し上げるよ。僕はアジムなじみ、フラスコ計画の立案者にして箱庭学園の創設者、平等なだけのノットイコールだぜ。親しみを込めて安心院さんと呼びなさい。先週の放送で都の城オード君、ひいてはサーティーンパーティーに対しメダカちゃんは見事勝利を収めた。憎きフラスコ計画を凍結させ空席を求めてアブノーマルが跋扈することで荒れつつあった学園に平穏を取り戻したというわけだ。だけど案の定、彼女の前には次なる敵が現れた。前向きに言うなら、アニメは終わっても私たちの戦いは続くのです。後ろ向きに言うなら、私たちの戦いはこれからだってやつだ。いずれにしても喜ばしい。この分じゃ僕があの子の前に姿を現すのもそう遠いことじゃないだろう。とはいえ、それはまた別の話だ。今は差し当たって編成上浮いてしまった残り1回の放送枠をどう埋めるかというのが問題なんだぜ。まあ僕がこのまま30分おしゃべりを続けるというのもありなんだが、やはり今は彼の話をしよう。メダカちゃんの次なる敵、熊川みそぎくんの話を。マイナスの中のマイナス、カフカの中のカフカ、混沌よりもハイヨルマイナス、熊川みそぎくんの話を。善も悪もないまぜに全てを台無しにする男、熊川みそぎがああしてメダカちゃんの前に姿を現す前、日本屈指の名門校吹奏楽園に通っていた時の話を。出してグッドルーザー熊川。なーに、構えることはない。また例によって僕たちが変なことを始めただけだ。ボートラだと思って気楽に鑑賞してやってくれ。強いて言うなら、熊川くんを見るときは未来を明るくして現実から切り離してみてね。嫌われんぼのままで、憎まれてるままで、やり役でいてもどうしても明かしてみせたい、主役を張れるって過去よくなくてあって、強く記憶あらなくたって、正しく美しく可愛いやつに不幸なままで勝ってみせたいと思う。どっちなくたっていけるさ、本当はギャンブル、ヘラヘラ笑いながら、それが僕だよ。この番組はメディアファクトリー、ランティスト、ご覧のスポンサーがお送りします。遅刻遅刻。私、好きな咲咲、吹奏楽園に通う18歳。ついこの間まで何の取り柄もない平凡な高校生だったんだけど。いやだ、間に合わないよ。なんで私の出席番号2番なの。好きな咲咲さん、一塁ヘッドスライディングで滑り込みセーフです。みんなセーブだよね。いや、好きな咲さん、そのヘッドは滑ってるしアウトでしょ。熊川くん、熊川くん、熊川くん、大変大変大変、見てこの頭。はあ、月曜日の1時間目は週刊少年ジャンプって決まってるんだけど。何、咲ちゃん、友情と努力と勝利を読む手を止めさせてまで僕に見せたい頭があるのかい。おやおや、ずいぶん派手な頭にしたもんだね。大丈夫、僕はそれで君をクビにしたりしないよ。私が自分で金髪にするわけないでしょ。目立つのすっごく嫌なんだから。生徒会庶務の役職だって熊川くんがどうしてもって言うからやってあげてるだけなんだからね。
しかし、だったらどうしてそんな頭になってるんさ。あの子だよ、あの子が帰ってきたんだよ。こんなことができるのはあの子しかいない。カラーオブビューティー江津町筆くんしか。聞かないのだね。熊川くんが知らないのも無理はないよ。だって熊川くんが転校してくる前、先代の生徒会長であるジャカゴさんが学園から追放した生徒なんだから。ジャカゴさん？それも初めて聞く名だね。要するに先代の生徒会長に追放されていた生徒がその引退を受けて学園に帰ってきたってことかい。その子が君の頭をブロンドにしたと。うん、そうに違いないんだ。だって彼は、江津町くんはあらゆる色を支配する色使いなんだから。色使い？なるほど。驚かないの熊川くん？いや、むしろ納得したのさ。道理で今週の週刊少年ジャンプは豪華だと思った。週刊少年ジャンプがフルカラーに？新しい生徒会長である僕に対する挨拶代わりといったところかな。君の髪も挨拶代わりか。こんな挨拶代わり挨拶に困るよ。そりゃそうだ。会いに行こっか、その色使い君に。そうだね、私の髪を直してもらいに行こう。違うね、教えてあげに行くんだ。ジャンプのカラーは人気漫画と新連載と再生紙の色だけで十分だってね。復学にあたりささやかな賄賂を送ったつもりだったけど、どうやらお気に召さなかったみたいだね。やあ熊川生徒会長、はじめまして。僕は江津町筆というはぐれ者だ。やあ江津町くん、誰だいそれは。君が潰した先代の生徒会長だよ。ジャカゴアキさん。僕に潰されたの？だとすればずいぶんひどい目にあったんだろうな。でもそうだ、江津町くん、どうして自分を追放した人の絵なんて描いてるの？しかもそんな風に綺麗に。僕は追放されたわけじゃない、自ら出て行ったんだ。彼女の邪魔をしたくなかったから。へえ、いいね、感動的な話だ。いや、今の話だけで何かがわかるわけないよね。でも僕の記憶が確かなら、こんな風に彼女はねじ伏せられていたはずなんだけどな。熊川くん、何するの、ひどいよ。おいおい、さきちゃん、君の髪に、つまり僕の髪に、そんなことをしたやつをかばうのかい？詰まろうが詰まる前が私の髪だよ。これがアートだ。わかるかい？君は絵を傷つけたが、僕は彼女を傷つけた。アーティスティックだ！おいおい、ダメだよ。刺さればいいってもんじゃない。こうやってちゃんと、ちゃんと急所を狙わなきゃ。オールフィクションか。ジャカゴさんを潰したスキル、全てをなかったことにするスキル。なるほど、なかなかにアートだ。だが恐れるほどでもない。その色では！そんな派手で明るい色の服を着たやつがどんなパフォーマンスをしたところで相手を怯えさすことなんてできないよ。ビューティー、なるほど。これじゃ何をしようと威厳も減ってくれもないね。威厳はもともとないと思う。だけど脱いじゃえばいいだけの話でしょ。だったら赤を使うのは勘弁してやるよ熊川くん。カラーオブビューティー。何をされたの？ひどいあざ。だけどこんなのオールフィクションでなかったことにすれば。無理だね。
それはあざではなく色なんだ、好きな咲さん。僕はただ彼の肉体に着色しただけだ。殴ったわけじゃない。だから何のダメージもない。ないものはなかったことにはできないだろう。そのでも色は感情を支配する。熊川君は青あざという色に錯覚を受け支配され、ありもしないダメージを負ったのさ。支配、全てをなかったことにするオールフィクションにはこちらもありもしない嘘で応じるだけだ。熊川みそに、思ったよりも負け犬だったな。熊川くんが、熊川くんが負けた。いつもみたいに。やあ熊川くん、死んでしまうとは何事じゃ。そのざまじゃまだまだ先は長そうだね。僕を倒せるスキルホルダーを見つけられるのは一体いつになることやら。先は長いぞ、頑張ってね。おいおい、釣れないな、無視するなよ。それとも今回君を殺したあの子エズマチ君のスキルこそが僕を倒せるスキルなのかな。だから一刻も早く生き返ろうとしてるのかな。いや、確かにあのスキルは恐ろしいね。カラーオブビューティー。まさかオールフィクションが通じないスキルがあるなんて。オールフィクションなんてただの手品だ。エズマチ君のスキルもね、残念ながら君の足元にも及ばない。そうやって何でもかんでも投げ出すなよっと。やってみれば案外簡単なことかもしれないぜ。7932兆1354億4152万3222個のアブノーマルと、4925兆9165億2611万643個のマイナス、合わせて1計2858兆519億6763万3865個のスキルを持つ僕を倒すぐらい。そうだね、いつかそう遠くないうちにチャレンジさせてもらうかもね、アジム副会長。君の奮闘を楽しみにしておくよ、熊川くん。それから僕のことは親しみを込めて安心院さんと呼びなさい。のんきなお目覚めだな熊川。もう放課後だぜ。真面目な俺様に一日中授業サボらせやがって。咲ちゃん、あの後どうなったの。君の髪はどうやら戻ってるみたいだけど。てめえの朝や学ランだって戻ってるだろ。どうも永続性のあるスキルじゃねえらしいな。そう、じゃあ行こっか。あ、どこにだ。決まってるだろ、江津町くんのところだよ。はあ、やめとけよ熊川。もうてめえをすっこんでな。あいつは俺様が何とかするから。色を支配できるってことは、あいつは女子のパンツを好きな色に変えられるってことだろう。それは許せないことだ。パンツの色は女子が自分で決めるからいいんじゃないか。あいつの好みに決められてたまるか。僕は正義とか倫理とか正しさとか優しさとか、そういうのよくわからないけど、あまねく女子のパンツの色の決定権は誰か一人の手にあっていいわけがない。それくらいはわかるさ。だから僕は執行する。生徒会を死刑執行する。いや全然そんな話してねえだろ。なにこれ、廊下の窓ガラスが全てステンドグラスみたいに。恐れ多くて歩けない。廊下がレッドカーペットみたいに。教室の内装が全てエメラルドグリーン。オズの魔法使いみたいに。水道水がオレンジ色。愛媛県みたいに。いや愛媛県みたいではないでしょう。まあパンツの色はともかく、
早めになんとかしなくちゃダメみたいだね。僕たちへの賄賂だって言ってたけれど、この無差別っぷりから見るとあれも真実ってわけではないようだね。嘘をつくなんて許せないやつだな。でもジャカゴさんに追放されたわけじゃないってのは本当みたい。きっと彼女のいない吹奏楽園が、吹奏楽園そのものが憎くて仕方ないんだよ。エズマチ君はジャカゴさんを好きだったっていうのかい？だったら絵は切り裂かないんじゃない？好きだから切り裂いたんじゃない？熊川君はそういう気持ちわからない。わからないね。ちっともわからない、うん、っていうか別についてこなくてもいいんだよ、サキちゃん。むしろエズマチ君に乗り越えれば？ジャカゴさんが好きだって言うんなら、僕よりも彼の方が生徒会長にふさわしいんじゃない？生徒会長にふさわしい人間なんてこの世に一人もいないよ。エズマチさん、あなたのスキルと私のスキルはどうも相入れないようですわね。無色透明の酸素を支配する私と色を支配するあなた、どちらかが出ていくしかなさそうですわ。僕が出ていくよ、ジャカゴさん。吹奏楽園の頂上には君のような美しき色がふさわしい。君がいるだけでこの学園は極彩色に輝く。君のいない吹奏楽園なんて何の面白みもない色褪せた世界だ。懲りたりしないのかい、君たちは。いや、私は学園が平和であればそれでいいんだけれど。僕は生徒会長だからね。学園が塗り絵代わりにされるのを見ちゃいられないのさ。エズマチ君、しかし君も一応復学した吹奏楽園の生徒だ。だから交渉してあげる。交渉？ああ、君とジャカゴさんの間にどんなドラマがあったのか、それは問わない。こんな愉快犯的なカラーテロリズムに及ぶ時点で問う意味はなくした。アートではない、ただのおふざけだ。だからエズマチ君、もしも女子のパンツの色の決定権を僕に一任してくれるなら、学園を塗り絵にすることを生徒会長として許可しよう。最低だ。さっきと言ってることが違う。学生服をもろそうな灰色に変えて切り裂いた。じゃあまた露出した肌にあの青汗が来る。全身青ざめて死ね。カラーオブビューティー。青？あいにくその色はもう空っぽだ。何？どうして、どうして青く染まらない？空を見てみな、エズマチ君。うわっ！バカな！僕は赤色なんて使っていない！仕方なくってやつでしょ。青色がなくなったから空としては代わりに赤くなるしかなかったんだ。青がなくなったからってまさか。熊川君、まさか青色をなかったことにしたの？そう、オールフィクション。世界から青色をなかったことにした。青い空も青い海もどこにもない。もう誰も青ざめなくていい。お前、自分の身を守るために世界から青をなくしたのか？それがどんな責められるべき悪事か分かってるのか？悪事？僕は悪くない。そして青だけじゃない。赤も当然なかったことにする。赤がなくなった！これからは何の色で止まればいいんだ！これぞアートだね、エズマチ君。ところで、赤はどう切り札に使う予定だったの？興味津々でたまらないよ。やめろ！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 やめてくれ！世界から色をこれ以上なくすんじゃない！世界から色をなかったことにするな！はいはい、
エズマチ君やめてくれよ。僕はそこまでするつもりはなかったのに。決して12色までって思ってたのに。そんなキラーパスを出されたら期待に応えるしかなくなるじゃない。やめろー。オールフィクション。全ての色をなかったことにした。使える色がなくなれば色使いというスキルもなかったことになるよね。でも大丈夫。たとえこの世から色がなくなったところで、女子のパンツの色気は永遠のものだ。しかしまあ思った通りに期待外れだ。やっぱりこの程度じゃ安心院さんは倒せない。安心院さん、誰だよそいつは。世界をこんなに色褪せさせてまで倒したい敵がお前にはいるのかよ。いるんだよ。目の色を変えてまで倒したくなる相手がね。ふざけるな。こんな色褪せた世界に何の意味がある。意味なんかないさ。色褪せようと褪せないと世界に意味なんてない。人間は無意味に生まれて無関係に生きて無価値に死ぬに決まってるんだから。世界には目標なんてなくて人生には目的なんてないんだから。よかったね、エズマチ君。今度はちゃんと急所にさせたんだ。赤がなければ流血も流血じゃないし致命傷にはならないって。念願の初白星かい、熊川生徒会長。いや、こんな見渡す限り真っ白な世界じゃ白星なんて景色に紛れて埋もれて見えなくなって白紙に戻るばかりだよ。つまり？つまろうがつまるまいが、また勝てなかった。まだ黒が残ってた。